米女子ツアーを主戦場にする渋野日向子が10月28日、金開幕の国内女子ツアー、樋口久子三菱電機レディス、埼玉武蔵丘 GC に出場することが7日分かった。前年大会はテソン・ウ、韓国とのプレーオフを劇的なイーグルフィニッシュで制し、シーズン2勝目をマーク。ディフェンディングチャンピオンとして参戦する。 カリフォルニア州で LPGA メディヒール選手権に出場中の渋野日向子は次週のオープンウィークを経て韓国でのベイツアー BMW 女子選手権韓国オークバレー CC から連戦に入る翌週の三菱電機レディースベイツアーを兼ねたとうとうジャパンクラシック s i g セタ GC で国内2連戦となる 畑岡奈サも出場を予定している同大会は有観客で開催昨年は1日あたり3000人だった来場者の上限を撤廃する適合入り前の 1W 使用で失格事件発生から今週は大量投入ピングの新作に渋の日な子も興味津々先週の大会で適合リスト入り前のクラブを使用したとして失格になった選手がいた冷酷女子ツアー そのドライバーが現地時間の今週月曜日に適合リスト入り、つまり使用 ok となり、同ツアーでは待ってましたとばかりに、その新作を投入する選手が続出した。そのドライバーは、ピングの G430。国内では未発表のモデルだが、すでにプロには配られており、大きな話題を呼んでいる。 今週に入って10人ほど使用を開始したみたいとは予選ラウンドを渋の日向子とプレイするケリーんマレーシア。自身も早速バッグに入れ、これ最高とご満悦だ。初日のラウンド途中、ケリーと渋のひな子が会話をする場面が何度もあった。そのうちの一つの話題がこの新モデル。 ケリーは G430LST を使用しているのだが、ボールスピードが上がって、飛距離も4から5ヤード伸びたのと、明らかな違いを実感しているという。さらには、引きがいいけど、食いつく感じもある。これは、本当に最高と興奮を隠せない。これには、渋野ひな子も興味津々。ドライバー談義に花を咲かせ、フェアウェイを歩いていた、上原綾子も、なんかすごくいいらしいですね。 こっちの選手はいいものがあればすぐ買えますよねとピング使用選手がこぞって使用を開始した新作を早く打ってみたいと話すちなみに渋野ひな子の使用ドライバーはしばらく変わらず G410 プラスを愛用しているがもしかしたらこの後の韓国日本の試合でお目見えするかもそんな渋野ひな子はこの日平均飛距離276ヤードをカットバシトップ20に入った もももしかかするとと新作投入でもっと飛ぶかも渋野ひな子は首位と9打差の71位発進悔しい苛立ちもある直近5戦で4度予選落ち米女子ゴルフツアーのメディヒール選手権初日6日日本時間7日 カリフォルニア州、さコ恋しい、パー72、渋野日向子、23、サントリーは3バーディー、4ボギーの73で回り、1オーバーで首位と9打差の71位と、大きく出遅れた。10番スタートの渋野日向子は、連続ボギー発進。途中で、なんとか盛り返してという中で、最後、9番パー3の締めが悪かったのは、かなり悔しいですと語った。 特に10番パー3については乗せたけどタッチが全く合わずで3パットしたの残念だった流れの悪い中でスタートしたのですごく苛立ちもありましたと振り返った前週までの5試合で予選落ちが4回8月のメジャー英グ全英女子オープンで3位になって以降不安定なプレーで苦戦が続いている 二日目に向けて、いつも通りにしっかり練習して、明日は切り替えて予選通過できるように頑張ります。と、巻き返しを誓った。他の日本勢は、佐藤優香、i a t p s i と、上原彩子、モスバーガーは70のラウンドで、2アンダーの25位、古江彩香、富士通は72で52位だった。 LPGA メディヒール選手権、初日6日、サピコイクラブ、例カリフォルニア州6635ヤード、パー72。今日開幕の大会は、現在、午前組の選手がプレーしている。3戦ぶりの予選通過を目指す渋野ひな子は、先ほど前半のラウンドを終えた。スタートホールの10番は、30ヤード打ち下ろしの難関パー3。ここで14メートルから3パットのボギーを喫すると、 続く11番パー4も3打目のバンカーショットを寄せきれず連続ボギーとバタバタした立ち上がりになったそれでも12番パー4でセカンドショットを手前1メートルにつけてこの日初バーディーを奪うとさらに15番パー4で2メートルのチャンスをものにして振り出しに戻したそのままイーブンパーで後半のアウトコースへと入った日本勢は午前組で笹うゆか、花古江彩かもプレー中 1一番スタートの笹生は1アンダーで折り返した古江もイーブンパーで現在8番をプレーしている上原彩子は日本時間7日午前5時16分に1番からスタートする3戦ぶり予選通過へ渋野日向子は南関ホールでボギー発進笹生優香も同時刻にスタート米国女子ツアーの米本土6連戦を締めくくる大会が開幕 日本時間午後11時36分には渋野ひな子が10番ホールからスタートしたここに試合連続予選落ちと苦しい戦いが続く中いい形でこの後の韓国日本での大会に向かうため活躍が期待される予選ラウンドはケリータンマレーシアウィチャネ・メーチャイタイのアジア勢2人とプレーでスタートホールは30ヤード打ち下ろしでグリーンの傾斜も激しい難関パー3から。 このティショットを真ん中ピンに対しグリーン左に乗せたが1 4ルほどのパットは2メートルほどショートしてしまうパーパットはカップ右を抜けボギー発進となった同時刻には1番から笹い優かもプレーを開始このほか日本勢は古江彩香上原彩子が出場 古江は日本時間7日午前0時12分に10番から上原は同5時16分に1番からそれぞれスタートする調子は悪くないと思う LPGA メディヒール選手権に意気込み米カリフォルニア州のサティコイクラブで10月7から10日に行われる LPGA 女子ゴルフツアーの LPGA メディヒール選手権が7日からワウワウで放送される 大会を前に古江彩花、笹生優香、渋野日向子、上原綾子の4選手が意気込みを語った古江選手、いよいよ今週の7戦目で区切りとなりそうですが、コースの印象はどうでしょうかすごいアップダウンがあって、グリーンもスロープが結構急な傾斜だったりするので、ショットの距離感も大事だと感じています。 バックナインもフロントナインもグリーンが奥から手前に傾斜しているホールが多いかと思います。それが本当に多いので、短いホールだったりするとバックスピンを気をつけるとか、いろいろ気にしないといけないと思います。まだグリーンは遅そうですが、どのあたりがキーポイントになってきそうですか同じ段に乗せたり、パターでもちゃんと距離感をしっかり寄せたりして、うまく2パッド、1パッドでいけるようにしたいです。 伸ばし合いになりそうですかそうですね、そうなるかなと思います。今週で、米国での試合はひとまず終わりという感じですが、どんなプレーをしたいですかとりあえず最後なので、まずは予選通過して、また上位で争っていけたらと思います。笹生選手、ロサンゼルスに行きましたが、コースの印象はどうでしょうか結構アップダウンのあるコースだと思います。調子はいかがでしょうかまあまあです。 コースのキーポイントはどのあたりになると思いますかテ t ショットが大事になってくるんじゃないかなと思いますウェッジで打ち上げるあたりのスピンバックなどの計算はどうでしょうかグリーンも少し遅かったので先週と比べたらやっぱりスピンは結構かかるんじゃないかと思います今週の目標はいつも通り楽しんで予選通過できるように頑張りたいです支部のひな子選手 いよいよロサンゼルスでの試合ですがコースを回ってみてどんな印象ですかかなりアップダウンもあるのに狭いですしグリーンのアンジュレーションもすごいのでちょっと難しいなとグリーンもちょっと小さかったりすると思いますがキーポイントはどのあたりでしょうかまずフェアウェイは広くは感じるけど狭いホールは狭いし刻まないといけないけど木が邪魔になるところもあったりして ちゃんと安全なところにしっかり打っていけるようにしたいです。で、そこからしっかりグリーンオンできるように。距離が短いと傾斜が強いと戻ってきたりするから気をつけています。グリーンが柔らかくて遅そうなことに加え、また弱な縛っていう感じですがいかがでしょうか。いい状態とは言えないのかなっていう感じですね。でもその分しっかりショットでチャンスにつけられるようにはしたいです。調子はどうですか。 悪くはないと思っています一旦米国本土での試合は終わりという感じです今週はどのあたりを目標に本当に難しいのでしっかりしっかりしっかり頑張りたいです笑い上原選手今週はロサンゼルスですがコースを回ってみてどんな印象ですか天気が悪かったのかコースの状態はあまり良くない感じがしました昨日練習した時はあんまり感じなかったですが 午後は結構風が吹くらしいので、あとはドアなし場ですし、グリーンの勝負になると思います。結構グリーンの傾斜もあるので、どの位置にセカンドショットを打っていくかが大事になってくると思います。高低差もありますが、どのあたりがキーポイントになってきそうですかやっぱりグリーンですね。フアなし場の上に傾斜が強いので、ピンの下にいかにつけられるか、打つ回数がやっぱり大事かなと思います。 連戦ですが体調やコンディションはどうですか体調は全然問題なく大丈夫です今週は4人でのハウスシェアと聞きましたが楽しく過ごしていますかそうですね笑いこんなこと初めてなのでみんなで楽しくやってますこれで米国本土戦は位区切りという感じですが今週はどのあたりを目標にしてプレイしますか 最終戦出場にはあと50ポイントぐらい必要と思っているのでそれを目指してプレーしたいですワウワウでは LPGA メディヒール選手権の模様をいずれも日本時間で第1日7日と第2日8日最終日10日は午前6時半からワウワウライブ第3日9日は午前6時半からワウワウプライムで放送 日本勢に密着する日本人選手専用カメラの映像も Wowow オンデマンドで生配信する。